カビとか生えてないかな。オーバーです。オーバランチャンネルへようこそ。 YouTube 始めてもうかれこれ8ヶ月ぐらいになります。動画も数十本出していて、いろんな企画アイデアを練りながら自分なりにやってきたんですけれども、この8ヶ月で一つ学んだことはですね、シューズ関係、特にナイキのペガサス37関連の動画を2個出したんですけれども、その2本ともですね、非常にたくさんの方々に見ていただけてですね、1000を超える自分の中では大ヒットになったんですね。逆にですね、それ以外の動画は行っても300ぐらい、行かない時は本当に20とか、もう2、30は本当に普通です。お粗末な結果になっているんですけれども、このナイキペガサス37、このパワーワードがですね、どうやらヒットするようでですね、非常にたくさんの方々に見ていただけてですね、まあ僕はそういうふうにたくさん靴をいろんな種類を試してレビューをやるようなタイプではなくて、どっちかっていうと一つ自分の好きなシューズを、まあ、ペガサス37ですけども、今はペガサス37を練習ではもうずっと履き続けるというね、そういうタイプなので、そんなにたくさんレビュー取れないんですよ。でも何か自分の持ってる靴で何か靴関連の動画を作りたいなと考えていたんですけれども、それでまた皆さんにたくさん見ていただいてですね、そっから他の動画もね、視聴していただいてチャンネル登録してもらえたらいいななんていう下心満載で今撮ってるんですけども、今回のアイデアはですね、僕のレーシングシューズ、ナイキズーム X ベーパーフライネクストパーセント、彼がですね、もうかれこれ11ヶ月クローゼットに眠ったままなんですよ。触ってもいなければ、履いてもいない、もちろん久しぶりに履かれるベーパーフライはどんなものなのかっていうものをご紹介したいと思います。こちらに現物があるんですけども、この靴は、この箱は別の箱なんですけども、こちらどうでしょう。まずカビとか生えてないかなって。ちなみにハワイの天候は室温だとだいたい26、7、8度ぐらいまで上がります。湿度は 60%、70% ぐらいですかね、平均。一応日陰で風通しのいいようなところに置いてあったので、カビはないですね。よかった。これが僕のネクストパーセント。まだ120キロぐらいしか履いてないんですよ。レース短いの何本か出て、フルマラソンで1回、ホノルルマラソン2019年、 PR3 時間17分59秒を出してくれた靴ですね。様々です。このベーパーフライネクストパーセントなんですけれども、あんまり長い距離走れないってことで有名ですよね。実際120キロしか走ってないんですけども、僕の場合はですね、このソールの特に右足の外側が異様にすり減ってですね、これ今見てわかると思うんですけども、で最初ちょっとボロボロになったぐらいでは修具で直して使ってたんですけれども、その後まあ本当に取り返しのつかないぐらいボロボロになりまして、中のカーボンプレートがね、見えてるような感じにまでなっちゃったんですよ。でこれ何をしたかというと、もう使わないスリッパ、よくハワイではスリッパをね、片方なくしたり、片方のこの紐の部分が壊れちゃったりするので、使わないスリッパの同じ部分を切り取ってですね、ここに移植再建術を施しました。で修具でガチガチに留めたんですけれども、それをした後にパンデミックになってしまったので、まだこの11ヶ月間ね、直したんですけども、まだ履いてないんですよ。ちなみに11ヶ月前にはいつ履いたかというと、3月1日にですね、キングス 10K という10キロのレースがあって、そこで41分何秒で結構いい記録で走れたんですけれども、それ以来本当に何も使ってない状態です。そのままちょっと綺麗にして、この他の靴で買ったやつをこれを差し込んでおいて、
クローゼットにポンと入れておいただけなんですけども、今のところカビもなく、まあいい感じで保たれているんじゃないでしょうか。あんまり近くで見たくないかもしれないですけれども、まあ、普通に久しぶりに持ったけどめちゃくちゃ軽いですね。やっぱり全然違う。これ持つと履きたいっていう気分になります。早くレース来てくんねえかな。今のところはまだ次回のレースの予定はないんですけれども、ちょっとですねこれをこれから外で履いてみて早めのペースで走ってみたいと思います。このなんかちょっとパキパキ言うんで大丈夫かな。この靴のこのズーム X の具合だったりとか、あとこの外側のアウター、この部分ね、この部分の劣化してないかどうかっていう確認ですよね。触った感じで大丈夫だと思うんですけれども、これがどうなのかというようなことをこれから外に行って走って確かめてみたいと思います。ナイキズーム X ベーパーフライネクストパーセント11ヶ月ぶりのパフォーマンスです。今日はですね2キロこのペガサス37でウォームアップした後にベーパーフライネクストパーセントに履き替えて、で5キロの T ペース、設定は4分15から10の間、これで5キロベーパーフライネクストパーセントで走ってみたいと思います。11ヶ月ぶりのトレーニング、それじゃあウォームアップいってきます。2キロのウォームアップが終わったので履き替えます。ナイキズーム X ベーパーフライネクストパーセント11ヶ月ぶりに履きます。履いた感じは全然変わらないですね。普段通りの、久しぶりだな。元気だったか。やっぱりこのアッパーは気持ちいいですね。よくアルファフライと比較された時にこのアッパーがこっちのペーパーフライの方がいいっていう人が結構いて、僕もそうかもしれない。アルファ1回だけ見たことがあるんですけども、実物を。このいやとりあえず暑い、今多分27、8度、今日はちょっと湿度が高い。2キロジョグしただけでめちゃくちゃ汗が出て、このベーパーフライネクストパーセント久しぶり。この履いた感じは飛べそうな感じですね。すごいいい感じです。じゃあこれからこの11ヶ月ぶりのネクストパーセントベーパーフライ履いて5キロ行ってきます。実はですね5キロ T ペースとか言っておきながら走り始めてちょっとでベーパーフライのおかげもあると思うんですけど、めちゃくちゃ調子いいなと思って結局 TT をやってしまいました。タイムトライアル、その結果非公式だけど PR が出ました。5キロ19分36秒今までトラックで走ったので一番速いので19分58とかだったので、その時はベーパー履いてなかったんですよ。でも今回初めて
そういえばベーパーフライネクストパーセント履いて5キロ TT やったんですけども、まあ、ロードでオフィシャルではないんですけど PR 出ちゃいました。さすがベーパーフライネクストパーセント、この履いた感じやっぱりクッションもズーム X 全然11ヶ月前とは多分変わらない、体感変わらない感じです。でカーボンプレートもしっかりと反発くれてぐんぐん進みました。そんなにトレーニング、特にスプリント系のスピードトレーニングはあまりできてないんですけれども、それでもこれだけ走れたということはやっぱり11ヶ月ほったらかしにしてもベーパーフライネクストパーセントはやってくれますね。 PR 出てしまいました。アッパーのこの素材も全然前と締め付けもしっかりと変わることなく足をホールドしてくれて、紐もほどけることなく、やっぱりこのバウンスする感覚っていうのはいいですね。レースって感じで、まあレースじゃなかったんですけども今日は、でもレースみたいな気分で走らせてくれました。今度からもちょくちょくモチベーション上げたいときはベーパーフライネクストパーセント履きながらできればいいなと思うんですけど、この一つ心配なのがソール脱いでみよう。僕がシューグーとサンダルの裏の移植をしたところ、これはなんともないですね。なんか走ってる最中にちょっとシャカシャカ音がしてたのでちょっと心配だったんですが、まあでもサンダルの部分がすり減ってるって感じで、まあちょっとこの辺あんまりこれから距離走れないですね。やっぱりこれはレース専用の特別な靴ですね。250ドルもしたので大事に履きたいと思います。これからちゃんと乾かしてまたしまいます。そして次のレースいつあるか分かりませんけれども、しっかりと練習していい復帰戦ができればいいかなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。また。